なんか、フジテレビが地上波で報じた東京五輪関連の報道に、批判の声が殺到してるみたい。ではまずは、フジテレビがどのような報道をしたのか。次の内容を見てみて。中世の日本史的に早急対応へ。選手村の部屋に冷蔵庫なし。ロシアメディア。フェンシングの監督が、中世の日本みたいだ、と批判。まあいつもの東京五輪関連のネガティブ報道だね。そしてどうも、この報道に疑問を感じた国際フェンシング連盟副会長の太田雄貴氏が、本人であるロシアフェンシング連盟の副会長に、この報道の件を確認し、次のようなツイートを発信したんだよ。太田雄貴。今日選手村で本人に確認したら、到着した時にシャワーのヘッドが故障して困ったとジャーナリストに伝えたが、それ以外は脚色だと。選手村は快適で素晴らしい。日本のスタッフの親切さにも感謝していると。書いてることと全然違った。やばくない？シャワーのヘッドが故障して困ったとジャーナリストに伝えたが、それ以外は脚色って。このジャーナリスト、なんで堂々と捏造してるの？書いてることと全然違ったって、どういうこと？ネットでもこのマスコミの報道に対し、次のような怒りの声を上げてるんだよ。ジャーナリストって嘘を伝える職業なんですか？煽ってばかりですね。これはひどい。マスコミって数字が取れれば何でもいいんかな。脚色、創作というより捏造だ。生の声ありがとうございます。嘘つきメディアにはうんざりです。捏造する人、ジャーナリストって呼びたくない。頑張ってるスタッフに謝罪した方がいいと。メディアの大敗がひどいですね。太田さん、現場の声をありがとうございます。マスコミは信じられん。フジテレビは放送免許取り上げでいいよ。これからの報道も信憑性ゼロですね。メディアの日本貶めは本当にひどいですね。みんなが怒るのも当然だよ。だって、マスコミによる行き過ぎた東京五輪の荒探しからのネガティブ報道。いつまで続けるつもりなの？そういったマスコミの報道に、もう多くの国民はうんざりしてるんだよ。それを分かってるのか分かってないのか知らないけれど、未だに東京五輪の荒を探してはネガティブ報道を繰り返してるでしょ。ほんと、どこまで劣化していくの？って感じだよね。とにかくこの捏造を報道したフジテレビは、なぜそのような嘘を報じたのか、多くの国民の納得のいく説明をお願いします。そしてこれ以上、信憑性のない捏造でネガティブ報道を繰り返すのをやめてください。もううんざりです。お願いいたします。